調査報告書にはありません。オニールという画家を調べてくれ。僕の記憶では彼の父はオニールの名で知られた画家だった。はい。赤い月の印が入った脅迫状をよこした秘密結社については、エドガー様がおっしゃったように、画商のスレイドのもとへ出入りしている者たちの中には、赤い月を模したアクセサリーを身につけた者が大勢おりました。赤い月、スカーレットムーンか。帰りが遅いとお父上が心配するんじゃなかった？それは？アイリスの絵か。花言葉は恋のメッセージ、君へのラブレターだ。彼になら口説かれても泣かないんだね。君はいつでも僕を許してくれる。君が僕を見捨てずにいてくれるなら、伯爵を名乗って生きていくことも許されるような気がしている。これがありのままの僕だ。仲間以外には分かるはずもないと思っていた僕の気持ちを君だけが受け止めてくれた。それだけでは君を特別に思う理由にはならないのか。それは僕の主義に反する。女性に友達だと言われたらおしまいだ。あの夜みたいに逃げられると思った。怖いのは僕、それとも恋をすることかな。わかった。ダメだ。やっぱり君は怖がっている。頭からうまくいくはずがないと思いたがっている。その方が後で失望しなくて済むから。そんなものいくらでも変わるし、変えていけるだろう。キスだよ、リディア。今はまだ手首だけれど。あの、伯爵。立派なナイトだ。君を助けに来たらしい。伯爵、そういうことでは。もう帰っていいよ。話は終わりだ。おい、リディア、晩飯食わないのか？あ、そう。いや、変なものでも食って腹でも壊したか？ったく、ロンドンの水は淀んでやがる。
おかげで毒気を抜くのに時間がかかっちまった。機嫌直せよ。いいものやるからさ。拾ったんだ。お前が嫌がるから人間は襲ってないぞ。どんな感じがするんだ。食ってみたくならないのか。じゃあこういう感じだ。だからさ、俺と結婚しろって。ナイフに蛇の毒に似た神経毒が塗られていたようです。ありません。スカーレットムーンという秘密結社に脅迫されていました。はい、エドガー様がプリンスの手先で青騎士伯爵の偽物だと。エドガー様はお一人でファーマン様に会いに行かれました。彼はスカーレットムーンのスパイです。どうした、リディア。お前の方から来るなんて珍しい。どうして俺にそんなことを頼みに来るんだ。人間に教えるとろくなことにならないんだ。あいつが死ねばお前を連れて帰れる。リディア、俺はお前と結婚してみたい。悪くない。でもあんな奴のためにフェアリードクターの夢を捨てるのか。わかった。やつに口移しで飲ませてやれ。ケルピーの血は空気に触れると効力がなくなる。お前を媒介にするしか奴に届けられない。口移しが嫌なら血の流れに近いところを舐めとけ。
リディア、ケルピーと取引するなんて馬鹿げてるぞ。なあ、伯爵が死んだって困らないじゃないか。もうスコットランドへ帰ろう。先生はどうするんだよ。リディア。リディア。夢でよかった。僕は年老いて死のとこについてた。周りには人が集まっているのに君が見つからなくて焦った。どうしてかな。君がいないはずはないと僕は思い込んでいて。どうして君を失ったのかと必死に思い出そうとして、強引に言い寄って嫌われたんだって。すごく落ち込んだんだ。夢の中に現れた君も同じことを言ってくれたのかな。リディア、僕は困らない。距離を間違えたくないと君は言うけど、そんなことはない。手の届くところまでいきなり胸に飛び込んできてくれたって僕は困らないよ。だからリディア、僕のそばにいて好きになってくれないか。嫌だと言わないんだね。珍しく好感触だ。病人も悪くないな。あ、人間にも住み心地がいいようにいろいろ整えてやるからな。なあリディア、もう月の約束を取り消してくれてもいいだろう。コービー、言って。なんだよ、人間は水星馬のメスみたいに暴れないって聞いたぞ。チッ、やっぱ無理か。なんだ今ここら辺は俺の縄張りだってのに。ちょっと様子を見てくる。リディア。
リリー、早く今のうちに逃げよう。君を連れ戻しに来た。勝手にいなくなるなんてあんまりだよ。おい、早くしろよ。奴が戻ってくるぞ。ほら。でも、低層の危機を立派に戦ったじゃないか。思わず飛び出しかけたよ。ニコがカエルを川に投げ込んでくれて助かった。リディア、君に命を助けられたと知って、そうだったのかと感動しただけで済むと思った。それに君は僕を好きになってくれると言ったのに、それこそ約束違反だよ。なら考えもせずにいなくならないでくれ。お願いだ、リディア。おい、あの二人だ、隠れろ。白爵様。花婿様はどちらに？静かに。そんな風に彼女たちは勘違いしているかもね。うん、これ。おい、リディア、見つかるってば。誰かそこにいるんですか？いいや、リディア、君は僕を助けることができるよ。僕と結婚してくれ。バカなことか。月をくれるなら結婚してもいいってくらい。ニコ、聞いたね。ああ、リディア、これが月だ、本物だ。月だよ、君さえ認めれば。かつての青騎士伯爵は、月をくれるならじゃなく、月と誓いを取り交わせば婚約が成立すると言ったそうだ。だから受け取るだけじゃなく、身につけて誓いの証としなければならない。でもいいかい、リディア、僕はまだこれを一度も指にはめていない。伯爵様、そこにいらっしゃったんですね。僕の言葉はそんなに信じられない？わかった。僕との結婚はとりあえずこの場しのぎだと思ってくれていい。違う。でも今君に僕の本気を分かってもらう時間がないみたいだから。伯爵様、早く参りましょう。
おいお前ら、一体どういうことだよ。青騎士伯爵、しつこい男だな。そいつは俺の花嫁だ。違うよ、リディアは僕と結婚する。月を送った者が彼女と結婚できる。諦めるんだね。いい度胸だ。そんなに食われたいのか。リディア、お願いだ。人間同士の約束はいくらでもなかったことにできる。カールトン教授が君がいなくなってどれほど落ち込んでいたか。二度と会えなくても本当にいいの？ありがとう。一生君を大切にする。おい、リディア。リディア。ごめんね、妖精たち。僕のことは諦めてくれ。でしたら早く息子さんを作ってください。だってさ、リディア、帰り道は開くぞ。未練がなくなるまで待ってやる。どうせあっという間だろ。やあリディア、おはよう。君のおかげでポールを失わずに済んだ。まあね、詩人になりたかったみたいだけど、あまりにもひどい出来で、絵もひどかったけど、買い取って屋敷に飾る分には来客を困惑させる楽しみもあるだろ。指輪してくれてないのか。君の家へ行こうと思うんだけど、教授はいらっしゃるかな。結婚の許可をきちんともらっておくのが礼儀だろ。君は確かに僕のプロポーズを承諾して結婚指輪を受け取ってくれたじゃないか。そんなこと言った覚えはないよ。で早速だけど、